第329回武井テレコチャンネルテレラジオ青春野菜見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日も新企画、今日はですね第6回武井テレヒコの輝く話。はい、僕ね、まあ何年か前に、狭心症という病気が突然なりまして、まあ手術して、まあまあ無事何事もなく、そっからまあ定期的に、受診を受けたり、してるんですよ。で、この前の話なんですけど、また、行きつけの病院に行って、まあ結構大きな病院ですよ。まあまあ名前は言えないですけど、もう循環器とか、それが糖尿病か脳神経科とか内科外科とかもすべてが、ある病院なんですよ。で、それぞれ科に分かれて、丸い、こうね、テーブルがあって、中でこう、受付をしてくれてる人がいてるんですよ。で、僕は循環器のところで。ほんで、前にこう、椅子が何個かあって、で、こっちに脳神経科とか、糖尿病とか、内科とか、あるんですけど。で、僕の循環器のこの隣の方が内科なんですよ。で、まあ僕も循環器の方でこう待ってたら、まあ、まあなんでだよ、みたいな。なんかちょっとこう、受付の人に、なんか言ってるんですよ。ちょっと大きな声で。なんでだよみたいな。ほんなまあみんなちらっと見ますよね。まあまあ、クレームというか。いや、だから、夕方に、じゃあ診察の時間をって、なんで夕方なんだよみたいなことを言ってるわけなんですよ。うん。で、その人、なんか、いや、もうあなた、みたいな、あの夫婦なんやろね。うん。ほんで、まあ、その男の人、まあ、年の頃な俺ぐらい、と思うんやけど、俺よりちょっと上かなみたいな感じなんですよ。で、なんでだよ。で、なんか、よよ聞いたら、なんか喋ってること聞いてたら、予約の日を間違ってきたみたい。うん。ほんで、でも、俺仕事、今から仕事行かなくちゃいけないから、って言って、こう、無理に診察してくれみたいな、まあちょっとこう、無理を言ってる。ほら、まあ無理やで、みたいな。まああなたいいじゃない、みたいな。そんなやりとりがあって、ほんで、だから、みたいなことになったんよ。病院がもう分かりました。じゃあ、それやったら、もう、夕方、ちょっと今すぐとかは時間をずらして、夕方5時に、診察できることに なりましたんで、それでって、なんで夕方なんだよとかで、ちょっと無理言ってるのよ。なんもこいつは、って。で、俺仕事があるんだよ。どうすんだよと、もうあなたもう仕事はいいじゃない。何言ってんだよ。俺ね、撮影があるんだよって。え撮影ってなったわけよ。な、周りの人も。ってこう、え撮影とかで。な、まあまあ、その人見たら、なんか、うん、なんか、コートに、脱げやって思うんだけど、コート着て下、ボトムのジーパン履いてて、ほんで、なんか、こんな、垂れ目のレイバンかな、サングラスして、ほんで、ちょっと髪長めの、もう完璧のまま松田優作意識してるやん、みたいな。まあまあ、確かにそんな感じなんです。ちょっとまあ、普通の一般人じゃないな、みたいな匂いは醸し出してたんですよ。で、そこで、撮影があるんだよとか言った時に、あ、みんな、あ、役者さんなんや。とか、まあ、タレントさんなんや、みたいな。うん。だからよ、俺、もうあなたいいじゃない。もう今回は。何言ってんだよ。そんな、今回は、どこじゃねえだろう。俺だけのことじゃねえんだよ。みたいな。芝居が、ちゃんとセリフで、ちゃんと撮ってるんだからよ。みたいなことを言ってるわけよ。でもあなた、こっちが悪いんじゃない。それはもう、夕方に行きましょうよ。とか言って、まあ、受付、じゃあ、夕方に予約、だからさ、言ってるだろ。俺はさ、撮影があるんだよ。ね。俺一人の問題じゃないんだよ。俺が書けることによって、そのシーンが進まないんだよ。みたいなことを言って、おお、まあまあまあ、みたいな。だからもうあなた、いいじゃない、今日はもうそれ、休みなさいよ。とかで、休みなさいって簡単に言うな、お前、一般の仕事じゃねえんだぞ。みたいなことを言ってるんですよ。な、もうだんだんこう、エキサイティングしてるんですよ。なんか、もう。でも、もう、受付の人も、もう、じゃ、
どうしましょうみたいな。もう、じゃあもう、次回に、次回って何なんだよ。だから今すぐや、だから今すぐは無理です。予約をしてないんですから。だからよ、夕方じゃないし、もうちょっと早くしてくれよ。撮影があるんだよ。とかで、いや、夕方5時でないと無理ですね。みたいな。じゃあその、それまでの仕事、そんな簡単に終わるわけねえじゃねえか。撮影だよとかで言ってるわけよ。のもう奥さんみたいな人が、奥さんはなんかね、その男の人は身長180ぐらいあるんですよ。で奥さんはちっちゃい150センチあるかないかの、キャシャーな感じの、でもなんか、ちょっとふくよかな感じの、なんか本当にこう、なんか旦那を支えてるみたいな、献身的な感じの人、その人が島にパッと手握って、隅の方にバンって、あなたっていう、もうその、あなたっていうのがもう愛情に満ち溢れてるんですよ。あなた。もういいじゃない。今日は休みましょうって。だからよ、撮影があるんだよって言った時に、あなたってこう、身長ちっちゃいから上見上げて、エキストラじゃないって言ったの。ちっちゃい声でね。周りに聞こえたの、それが。エキストラなんや。みんなちょっと笑いそうになって。で、奥さんも、その、どないの？みんなに聞かそうとか、そういうあなたに、エキストラじゃない。ね。だから、休みましょう。そしたら、周りがもう、ちょっと笑いそうになってるのを、その男も分かった、聞こえたって思ったんやろな。なんか、恥ずかしそうになって。ほんで、受付の人が、夕方5時に予約しときましょうか、言った。そうしてください。チャンネル登録、いいねボタン。コメント。